はい、吉祥寺の花屋、花心もさいぐさです。皆さん、この今大人気のハーバリウム、どちらで買われていますか？ハーバリウムを作りたい人、プレゼントしたい人、そしてインテリアとして飾りたい人、まあいろんな方がいると思いますが、今日はその用途別で丸々で買えっていう動画をやっていきたいと思います。まず1つ目、プロの方です。プロの方はぜひ新宿の四ツ谷にある東京堂に行ってください。東京堂には、ハーバリウムを作るための瓶、そしてオイル、プリザーブドフラワー、そしてドライフラワー、いろんな種類がたくさん置いてます。そしてね、このハーバリウムの台とかも売っていますので、資材として揃えたいよという方はぜひ東京堂に行ってみてください。そして東京堂が遠いよっていう方、あとやっぱりこのオイルだけ、瓶だけ欲しいよっていう方は、アミファというブランドがあるんですけれども、そこで買っていただけたらと思います。そして2つ目、この資材、もうプロではないんですけれども、ハーバリウムを作ってみたい、何個か作りたいよっていう方はぜひ湯沢屋に行ってください。湯沢屋にも売ってるんですけれども、あとホームセンターにも最近売ってますので、そういうところで揃えてみるといいかと思います。3つ目はプレゼントしたい方。プレゼントしたい方は、ロフトとか、あと、インテリアショップ、あと雑貨屋さんにも売ってるんですけれども、ぜひ、作家の作品を買っていただきたいなと思います。そして僕の、ハーバリウム作家で一番おすすめしているのは、清川島さんのハーバリウムをおすすめしております。川越にありますのでね、ぜひ川越に遊びに行った方はぜひ覗いてみてください。あと、Amazon でね、ハーバリウム設計図っていう本はありますので、もう作りたい方もね、そちらの本とか参考にしていただけたらと思います。詳しくは概要欄貼っておきます。そして4つ目、4つ目はもちろんね、その1番2番は、ハーバリウムをプロ大量に作りたい人なんですけど、1つ2つ作りたいよ、それこそ本とか、この動画とか見ただけじゃ作り方がわからないよという方はぜひ花心に来てください。で、花心ではハーバリウム、ワークショップやっておりますので、ここのね、スペースがセラピールームとなっておりますので、ここが空いてる日はいつでも使えます。で、あと今ハーバリウム協会だとか、いろんなね、お花屋さんもハーバリウム取り入れてワークショップできるようになっております。ハーバリウム教室とかで検索していただければ、きっと引っかかると思いますので、そうやって検索してみてはいかがでしょうか。本日の動画は以上になります。あ、お疲れ様です。お疲れ様です。で、ちょっと僕気になってるのが、はい、このカメラの左側に入ってるお花って何なんですか？はい、これですか？気づいちゃいました？気づいちゃいました。いや、これ、ね、最近ハーバリウムばっかり動画に撮ってるんですけど、こういう生花もやってるよっていうね、さりげなくアピールしようかなと。さりげなく、はい、さりげなく、全然もう3分の1くらいしか入りきってないんですけど。そこは編集でうまくやってください。編集でうまく、はい、ちょっと目立つようにね。目立つようにお願いします。わかりました。ちなみにこれは何のお花だったんですか？はい、これフィットネスジムの開店祝いということで、しかもね、もりもり、筋肉もりもりなんで、お花ももりもり入れてきちゃいました。ありがとうございます。はい、ぜひまた次回の動画も、はい、次回の動画もよろしくお願いします。この動画が面白いと思いましたら、グッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。本日の動画は以上になります。Thank you.